君はちょっといいサイズだね。お、食いました。あー、やっと乗ったー。やっと乗ったよ。ずっとすっぽ抜けてたんだから。結構今遅らせた。使い物になりません。もう、あー、もったいねチップにいたコンディションいいな。25めちゃくちゃコンディションいい。やったお、お、取れてる？あ、よかった。よっしゃ、これが乗った。あ、このサイズだったら確かにワンチャン抜けるかもしれないね。お、すごいいっぱいついてきた、また。やっぱ元気だよね。あ、あ、危ない。おお、危なかった。やっと乗った。よっしゃ、これ乗った。
ですよね。やっぱり最強パターンこれ。はい、ということで、ガチ録池原ダム夏編令和終了です。お疲れ様でした。いやもうね、水がすごく増えてて私の知らない池原ダムっていう感じだったんで、まあ、今日は結構まあ探り探り今まで、連れてきたパターンを、まあ、試しつつ見たことない景色を見に白川の結構上の方まで上がっていったんですけど、まあ、やっぱ釣れますね相変わらず。でも今日はね結構バイトが浅いのか、そう食いが浅いのか何なのかちょっと分かんないんですけど、なかなかこう乗らない、バイトあるけどなかなか乗らないっていう感じだったんで、まあそこをちょっと明日修正しつつ、でも大きい魚も結構見えたんで、まあ明日どうしようかはちょっとまた帰って考えようと思います。ということで明日明後日あと2日間あるんで、引き続き頑張っていきたいと思います。ということでお疲れ様でした。気になるところを全部やっていこうと、ワイキカから少し降りたところのワンド、ちょっと一発目トップで、これはブラジルで釣りまくったブラジルのルアーサラサラペンシル、サラサラ100かな。こういう地層が変わってるところ、まあこれぐらいの濁りだったら多分トップ出てもおかしくないと思うんだよね。まあインデッド絡み、多分こういうワンドが増えてると思うから増水してインデッドワンドは、テンポよくちょっと汁でワニ釣ったルアーです。確かちょっとコツいるけどね、操作的にはキックノッカーの方が入力はしやすいけど、でもそんなに P だったらそんなに釣れたら面白いよね。まあ、ロングワームとかねやれば、丁寧にやれば出るとは思うんだけど、この夏はちょっとトップ頑張りたいから。
すごいなぁ、前期。見えんもんな。奥と、あ、やっぱいたんだ。あー、かわいいサイズだ。でもやっぱ橋脚いるんだね。それが分かっただけでも、この濁りでも橋脚にはやっぱついてるんだ。よいしょ、お箱ですね、やっぱり。フリーリングでした。こんなに濁っててもやっぱりこの電気の強迫にはいますね。35くらいです。はい、可愛いサイズが釣れました。ちょっとね、GoPro は熱暴走するわ。はい。Thank you。
GoPro 切れてたんだった。やっと釣れた。魚またでした。GoPro の電池がもう熱で終わっちゃって、ナイスバース、イエーイ。ちょっと測りたいけど、これ自撮りでいけんのかな、見えない。ちょっと無理だな。45センチでした。ありがとう。明日は一応雨が降る予定なので、もしバラムチャンスあるとすれば明日かなと思います。今日そんなにバラム投げてないんで明日は。